の髪型をからかう発言をしたコメディアンのクリス・ロックさんを平手打ちし、問題になっています。現地のメディアによると、アカデミー賞を主催する団体は30日の声明で、スミスさんに会場からの退席を求めたものの拒否